ないでしょ。チャーハンにマヨと半熟卵やばい。というわけで米沢泉のフィールファインディングですね、無事金谷駅戻ってまいりました。終点ですね、もう有人時間帯なので、運転手さんに切符見せておいてあります。さあ鉄オタの皆さんは、写真撮影が一気に進んでますね。まあ一言言いませんが、で今無人時間帯、さっき言ったよねということなんで、ここをまっすぐ突き抜けて、突き抜けられないのかな、もしかして。はい、それはそれでしょうがない。はい、リクライニングがあまりに快適すぎて、ちょっと一時的に回復しております。あ、通れるのかな。はい、ということで18切符で、この後6号まで参ります。階段いらないね。よいしょ、回転改札機は通れますよと。よいしょ、金谷駅から2分遅延ぐらいですかね。東海道線の上り、静岡駅です。これね、明日もこの乗り継ぎなんだよね。つまりこれでギリギリ東京帰れるんですけど、まあ明日のね、朝の接送強制行けないんで、まあ今日はね、お泊まりということで。こっちに行きましょうか。あ、鍵開いてないね。はい、大失敗の前すぎました。でございます。そして6号駅に降りたんですけども、降りるんですけど、 あそこのカッカスクラブ本日泊まりますが、その前にね、この反対側にねめちゃめちゃ美味しい店があると聞いたので、そこに8時からエアコン取っています。そしてもう少しで先週の1本目の動画が公開できるんで、その作業をね見送りもせずに、こちらのベンチでやろうと思います。はい、バイバイ。予想通り無人化していますが、あ、閉鎖がないのでね、車を通らせていただきましょう。はい、ちょうどいいくらいの時間に動画の公開作業終わりましたね。というわけで今から反対側の居酒屋に向かいましょう。これだ、満席ですと書いてありますがね。はい、こちら、ライアンさんですね、6号駅の南口から徒歩200m です。予約したってよかった。はい、さあじゃあ駆けつけの一杯でね、札幌静岡工場限定の札幌静岡麦酒タルマ、はい、さあこれなんか独特な味わいっていうか辛すぎますね。どんどんグイも全く喉に引っかかないようになってくわ。なるほど、でもなんか最後にちゃんとあの麦のえぐみっていう、えぐみって言ってるけど、ね、海の風味が残りますのでね、ビールらしさはちゃんと辛み残ってる。はい、でお通しもね、これね、茹でピーマンと揚げ出し、茄子の煮びたし、揚げ煮びたし、煮びたし、あとだし巻きを作る。さあもう一杯飲んでもいい気分になってますけどね。はい、じゃあこのね、あれですね、だし巻き、だし巻きの奥だですね。これ冷製かな、冷たいこと。見てください、これ中に僕らが入ってるんだよ、すごい。これはね、新境地ですね。甘い、かなり甘いだし巻きにオクラが入ってるっていうね。これはあっち見れて、じゃあこのナスの煮びたしもね、いきましょうか。メニューで手を抜くのか、メニューで落として出てきた。ありがたいね。
めちゃめちゃしみしみです味。しっかりと味です。これはちょっと他で食べたことないね。レベル高っ。すごいですね。中にちゃんとあの塩味がしみしみで、で周りにあのお茄子の旨味ととろみと脂って感じですね。次のチャーハン茹でていいですね。うん、これも普通に美味しい茹で方です。冷えてますけど十分ですね。レベルが高いぞ。賛成。あのオクラは上に取ってただけで、入ってるのは枝豆でした。ごめんなさい。まあね、まあおかわりだねこれね。いやーもうね、温度管理も抜群だしね、これすごいですね。さあ来ましたよ、揚げ物第1弾、豆腐の唐揚げですね。豆腐の唐揚げっていってこういうビジュアルシェイプのが来るって誰も想像しないよ。はい、おまけで塩昆布と枝豆の味、熱々なんでお気をつけくださいとのことで、いただきましょう。割りましょう。あ、おーすごい、まさに唐揚げ。これ米粉ですかね、これね。ちょっと割ろうとすると中がぐじゅぐじゅになっちゃう気がしますけど、自家製と昆布の、いやー、あ、こちらいやいただきます。山山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 山だそうなんで、これね、やっぱり豆腐の濃ゆさがちょうど良いというか、ベストマッチだね。それはまあ自家製で作ってんだから合うんだろうけども、でもそれを合わせられるのはさすがってことです。すごいです、これはうまい。取りながら食べるもんじゃないね。そう、豚巻き三重士というね、メニューで、オクラとトマトとナスの豚巻きのフランス料理というものですね。オクラとトマトは綺麗に出てますけど、ナスちゃんはちょっと後ろに隠れてますけどね。写真も正常だった。崩しも本当に崩れた。これはナスちゃん、そう、という静止が撮れました。改めていただきましょうね。やっぱフライだからソースだよね。さあ、ソースジャバジャバ、ソースジャバジャバ、中濃ですね。この動画にあまり当たったことないですけど、私の母方の祖母の弟さん、大王子ですか、まあ、あの総領長木屋、今の唐辛子ですね。本州で最後まで市外局番がなかった、市内局番がなかったというおかしな過疎地ですけど、そこの住んでいたその大王子がね、まあ、農家なんですけど、自家消費用にトマト作ってて、毎朝トマト5個丸ごと5個にウスターソースジャバジャバかけて全部食べて、朝ごはん、ご飯は食べた上でそうですけど、あれはびっくりしたし、たまげたし、感動したし、ソースくれって言いました、ね。はい、そんな懐かしいこと語ってるし、しみしみになってるから。はい、じゃあまずこのトマト、いただきましょう。うますぎました。あのね、やっぱりあのスパイスの味があるので、もともとその衣とか豚にかなり塩味ついてるんですね。だからソースとかもかけなくてもこれ上手だったかって言ってました。まあしょうがないかけたいからね。で、まあもちろんうまいに決まってるんですけどね。じゃあナスちゃん食っちゃいますかね。ナスちゃんこれ、心のうちに、これも集めたんですね。ナスちゃん
ナス汁出た。やばい。うわ。すごい。見てわかりますけど、ナスの衣だけ厚めのんだな。途中働きになれそう。ありがとうございます。さあ、そろそろ自作の時間ですね。地元島田市の、大村屋さんの、長い木の橋純米吟醸です、長い木の橋って、いうとね、まあ、津軽富士見湖を思い出してしまう、やっぱり、ね、山田温泉ファンの皆さんでございますけど、山田温泉は残念ながら手術明けなので行きませんね、はい、手術9月26日に決まったんでね、こちらそれとして、はい、そのではなくてこっちの方の長い木の橋ですね。長い木に超樹にかけてるね、そういうことですけど、そういただきましょう。樹林ですよ、樹林。あ、ほんのり銀条粉。あー、淡麗、淡麗辛口でいいですね、淡麗辛口です。あー、すごい。最初に銀条粉を立てて、初期の段階では甘みくるんですけど、全体としてはやっぱ辛みですね。いや、まったりと余韻で米の味ですわ。これは大正解だね。これに合うんじゃないかな。はい、ということでオクラ、オクラちゃんいってみましょう。あんまりソースが、ネバ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 ザグ、いいですね。これね、こういう塩味の塩味の濃い、あるいは脂の濃いものを一緒に食べると、銀条粉がより際立ちますわ。そして味としては薄いんで邪魔しないというか、さすがですね。あ、本日は日本酒2本しか飲まないつもりなんですけど、しかもないよね。生は3杯飲んでますか。はい、ゆいのお酒の小説純米ですね。はい、それゆい小説だろうって言うんだけど、別にゆい小説、本当にゆいの出身だからね、なんとも言えないんですよね。はい、そしてあの米沢は仮に虚無であったとしてもね、あの民衆ではなくて権力者に向かって何かをするっていうのは全面肯定、その部分に対して全面肯定なんで、優勝説も、江戸幕府諸君に悪に逆らった人なんですよ。こういう名前が付けられてるという事態、素晴らしい。いただきました。ここにも豚肉が来たね。もう予習しないのなんですけど、あのがっつり淡麗辛口っていうか、これさっきの長生きの味以上に淡麗辛口ですな。でもまあ米の味がまああれですね、最初から最後まで米の味がちょっと分かるぐらい、ほんで米の味だけど、まあでもそうですね、最初のファーストアタックが強いかな、米の味としてはね。はい、これも食中酒で合いそうですよ。まだ次も肉料理ですよ。さあ、実はね、串を、まあ、あの3本頼んでるんですけど、その1本が次第だった。フライング串焼きピーマン入り、人ゆでスナッピーだそうですけど、まあ予想通りのものとしてはこれ以外はないからな。はい、ということで、ネギマじゃなくてピーマンマですね。ちょっと辛みとなっていて、まず切りたい。はい、どうもありがとうございます。お、次のが来た。次のが来たけれど、まずは味の味の感想、もうプリプリですね。で、普通に食べないと今あるんだ。あ、すぎます。これね、塩味たっぷり振ってあるんで、全然これだけでいけると思います。でもここに辛味噌をつける。ここに辛味噌つければ現状いいんだ。これで。もうさらにやばい。そして小説は。あ、合います。もうね、
淡麗辛口にこういうね、ちょっと甘みを含むピーマンとかのものを食べるので、本当にもうね、スーパードライ状態になって、それは酒としていいんですよ。さあ、そして新しい来ました。はい、トマト巻きですね。豚巻きトマトですね。圧倒的なビジュアルです。さあ、というわけで豚巻きトマトですけどね、トマトちゃんが恥ずかしがって隠れてるんですね。反対側も同様です。はい、ということで。やばいね、これね。これはさすがに一回か外して食べるんじゃないのかな。外したくなるから、しょう、今日も鈍くさない。一口かな、これかぶり。どうも、ありがとうございます。どうも、すごいの来ました。もうね、トマト隠れるぐらいなんて当たり前のことが熱いんだよ。もうどちらかというとこれ豚をトマトの出汁で味わう、グルタミン酸豊富なトマトの出汁で味わうっていう感じですね。そしてあの油めっちゃ落ちてるんで、豚肉はすごくヘルシー、食べやすい。素晴らしすぎる。断面の写真も撮れてない。断面チャレンジしたいけど、これ一口で言ったんですけどね、がっつり張り付いてくるから、もう略く場所がない。マヨチュッチョ、マヨチュッチョもやるけど、マヨチュッチョもやる。ちょっと来たね、ちょっと汚いで汚いでしょ。あ、やっと分かるね。これね、これミニトマト自体がうまいわ。はい、だってこの豚肉の厚みのうまさよ、油ちゃんと落ちててね。いや、もう最高っすね。やばいっす。さあ、豚さん串がやってきましたね。はい、いただきましょう。甘めのニンニク効いたタレです、うん、ね、あのタンなんですけど、レバーのようなあの組織が凝縮されたって言ったって言い方ですけど、あのね、豚の組織が凝縮されたような旨味がめちゃめちゃ合います。最高だね、これ。レバーの代替になるレベルでうまい。うまいし、食感じゃないな、味が似てる。そう、豚タン、こういうブロックで食べたことないもんね。あの、普通豚タンって言うとさ、あのね、あの2000円台の食べ放題の肉でタンって言うと大体これで1000円になります。うまい。いいね、この厚切りなんて。うまいってことが今日初めて勉強になりました。ありがとうございます。さあ、締めの料理、極抹茶飯が来ました、ね。まあ、大将が、フライパン振ってるんで、フライパンに中華鍋振ってるんで音で分かるんですけど、これやばいっしょ。チャーハンにマヨと半熟卵やばいあの米沢が一番好きなやばい油油炭水化物油油で、さあいただきましょう。わあ、なんか入ってるよ。この質感、いや、これナルトが入ってる。ナルト、あ、これすると崩落した。エビだ、エビとナルト、崩落した。うん、これはもうね、大将の主義ですよ。手の技、主義。まだっぱらちゃん。ね。そうね、ちょっと甘みが強めですけど、まあ、それも素材からの甘みの、そうなんですよ。
パラパラチャーハンで、それに対してこのマヨとね、卵ね、やばすぎるよ。エビいっぱい入ってる。650円なくない？最高っすね。本当今日はね、いいお店に巡られたっていうか、六甲に快活クラブがあるおかげだよ、これ。ライアンさん、マスターとちょっとさっちゃんのね、喋り込んでしまって。いやー、マスター、話し合わせもうまいっすね。で、笑顔も爽やかですね。ということで、お会計なんと驚異の5580円。まあ、日本酒2合しか飲んでないとはいえね、生ビール2杯飲んでるからね。えっていうね、これやばい店じゃないですか、これ。これほんと、もうね、星6つレベルの店ですね。正直、味もうまいし。ね、メニューはね、結構絞られてるんですけど、でもまあ、ネットの情報を見る限り、これ日替わりでね、その時その時の仕入れとかで最適化してるんだと思いますのでね、ぜひ皆さん、ライアン、よろしくお願いします。ヨネさんも、6号で泊まるとき。まあでも6号で泊まるのってなんか、西に向かうときでビバークが多いから、ちょっともう閉店してますね。平日は22時閉店なんでね、という感じもあります。ごちそうさまでした。ライアンから徒歩300メートルなんですけど、もう死ぬほど痛いっす。ああ、もう夜で酔っ払ってたらこうなるのは分かってるんで仕方がないけどね。頑張って300メートルが痛くなかったんで、まあ200メートル痛いのかもしれない。今6分ぐらいかかってますけど。ああ、はい、本日の宿、快活クラブ、島田店でございます。鍵付け安全個室予約ね、取ろうとしたら。罰がついてたんですけど、まあわかんないね。こればっかりはキープの席が罰がないかもだからね。今日は空き席所もありません。あれはね、ボーリングらしいよ、Windows サーバーで。はい、鍵付き個室はもう予約でいっぱいだそうで、しかも禁煙のフラットもなくて、加熱式タバコ OK の部屋のフラットで、一晩仮眠したいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。本日2分割になりましたね。それだけライアンさん感動したということで、ありがたかったです。これからもいきます。チャンネル登録よろしくお願いします。